さあ、鎌田がコーナー聞く。ちょっと一人足りなかったね。もう蹴った瞬間分かった感じの。緊張してんのかえ、ね、この運動量続く時間帯はね、こういうふうに、前田大然の質というか、人間の,あの能力に頼ったプレスでいいですけど、その後ですよね。人連動してプレスはめれないっていうのが、起きてくる時間帯どうぞ。きたおあ青くかいや。理想的な形でしたけどね。カウンターとしては。 いやー、早かったな、出ちゃうの。まあまあ、でもこれ、前田大臣使うとこういうことはありますからね。スピード速すぎたっていうのにね、よりね、あのー、スタート切るの速すぎたんで、別に、スピードの速さが代償になったわけではないですけどね。伊東純也のクロスの狙いどころ、素晴らしかったですね。ツートップがすげー中途半端な仕事するから、ツートップっていうか、ワントップ、ワントップしたが。 ユンダンとかキミヒを抑えるわけでもなければ、一列出て、リディガーとかシロッタベックのとこまで行くわけでもないから、ダブルボランチがこうカバーする範囲がめっちゃ広くなってるね。つなぐんかい危なっ。<laughs> サイドチェンジしろってゴンダ言ってるけど、それ危ねえよ。つなぎ方の配置ちゃんと作ってないのをつなぐの危なっ。あ、久保のプレス良かったっすね。あ、久保2連発でめっちゃいいプレスした。あそこが。 ミラアとズーレを苦しませんましたね。そう、ここで、なで久保さすがで長友が出てくるかどうかによって、切る角度もちょっと外から寄せるか、内側切りながら寄せるか変えてそうだもんね。ハイダー入れてワンタッチ、ここすごかったよね。いや、ゴンダよく止めたな。めっちゃナイスティーブですよ、これ。止めた後の起き上がりも早かったしね。さあ、久保対リュディが。横向いちゃってるからな、リュディが相手にはきついよね。 デューディガーさすがだね、あれ。ただでかくて強いだけじゃなくて、相手が整体できてないときに寄せて銃奪ってるからね。あそこ距離置いちゃう選手がほとんどだからね、あれでも。あとちょっと余裕あるふに見えてもね、まあ、ワールドカップとはしてきついんだろうけど、奪えた瞬間のパスの選択肢とかが狭い方行っちゃうっていうのは、この後も吉田前とかにありそうですね、今のシーン。吉田正対してない状態で、あーちゃーって感じのボール出しちゃいましたけどね、今。 ロジック君、ハリントミヤスがいたとしても、エサさライと同じように得点されていたような気がするんですが、レオさんはどう思いますか同じようなのあるけど、得点されてたかは置いといて、あの吉田よりも左足が使えて、ボール奪った後ととか落ち着けるから、カウンターの精度を増したりとか、ドイツにはめられてたところのはめるきっかけになるようなパス出さないとかあるでしょうね。それによってさ、まあ、点取れたりチャンスくれたりリズムが変わるから、正直いなくても絶対取れあの点取られてたとか、ね 相手、えー、も絶対点取られてたとか、そういうのはちょっとサッカーで、ね、言うのは、なんていうんですかね、こう、あのふわついた理論になっちゃうんで言えないですね。そしたら一番調子悪い時というか、一番もうこう、ね、油が乗った時期が終わったところでワールドカップ来た感じするよな。うわその角度で走ったら絶対入んねえよ、ヘディング。相当浅く当てて反らさないと。いや、朝のな、背中側に走ってほしいな。 いや、吉田、もう怖がりすぎだろなんだ今のパスいや吉田使ってたらきついなもう今の左でのこのパスの出し方怖いもう相手に狙われまくってたよねねえいたくら富安もあんな感じで左板倉にしてさ右酒井宏樹にしたいな吉田はちょっときついわもうあれ。 いやあ、でも、浅野じゃ、リュディがんとかできる感全然ないな。いや、酒井宏樹の折り返しすげえよかったけどね。朝野、お前だもな、動き出しのところで今もね、フリック来る瞬間にね、普通にフリックしたら来るはずのその軌道の場所に立ってないからな。ゴンダ、すご <laughs> ゴンダジャパン誰かのスーパープレイがないとって、それがゴンダなんだね。 いやでも一番日本が攻撃的な形っすねこれ。来た来たおいー <laughs> でも森保さんのあれじゃないですか、歴代ベスト采配じゃないですか、普通だけど。森保さんにしたら動くのめっちゃ早かったでしょ、だって30分。普通もっと遅いからね。いや、両ウィングがね、三苫と伊藤っていうのは、世界に誇れるに位ですからね。 おおおおおえ決めたマジで <laughs> <laughs> すごっ浅野決めたうわマジかもうあこれは謝んなきゃな申し訳ないうわこれはマジ申し訳ないわ朝のできんだこんなん浅野こんなんできんだねこんなんできたんだ 浅野がこんなにやるとは思わなかったんで、そこだけもうね、いや、これはすごいな。ノイアーとしては、この下、あのー、通されるように、あのー、手、下に伸ばしたでしょ。三笘、いい守備したね。岩さんの今日の一番の見どころは、一番の見どころは、あれでしょ、権田のビッグセーブ連発でしょ。え ?PK? あー、やっぱ吉田やってるか。どうだろう、これ、どっちになるでしょうね。 あ,あ、なかったね。よかった。いや、でもやっぱ吉田怖いよなみんなすごいけど、試合をね、あの、終わらせなかったのは確実に権田ですよ。いや吉田の場合、調子悪そうっていうカナダ戦もそうだったしね、短い時間でもすげえ危ない感じするんだよなさあ、終わるかおお <laughs> わかんないけど <laughs> すごいな勝ったねすごいや朝のにだけ謝んなきゃな朝野じゃない方がいいって言ってこのゴールされたらね、ま、今でも思ってますけど <laughs> それでもねすごいねいや勝ったね勝てたなこんなことあんだなこんなボロボロでもワンちゃんいけるかなあのワンちゃんがあんだね 浅野が案内できると思わなかったです。ドイツが決めきらなかった、ゴンダがスーパーセーブした。で、その後、えー、修正できて、イトジヤのウィングバックのところで攻撃力上がった。で、それでちゃんと点つながって、で、その前だっけミラー下がって相手のプレース緩くなってボール運べるようになったみたいな。で、浅野のスーパーゴールみたいな。で、浅野多分普通ならあれライン飛び出すの早くてオフサイドになってるけど、奥のズーレが、 なんか、ズーレができない場所の裏ケアをズーレがしてるみたいなね。ほんで、リンクくん、スペシャルありがとう。富安系がしんどそうじゃないですか。もしも本当は日本と合わせのとてやばい気があ、そうだっただ、ね。途中から入って、なんか助けてくれてるぐらいしか思ってなかったですよ、せん。